ダブルソースがたまらない、とろーり濃厚なチーズで楽ウマレシピ、超簡単ミートドリアをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず耐熱ボウルに材料 A を入れて混ぜ合わせ、ラップをして500ワットの電子レンジで1分ほど加熱します。別の耐熱ボウルに材料 B を入れてよく混ぜます。ラップをして500ワットの電子レンジで1分ほど加熱しましょう。耐熱皿にご飯、ホワイトソース、材料 C を順にそれぞれ半分ずつ広げ、オーブントースターなどで15分ほど焼いてパセリを散らせば出来上がりです。ミートソースとホワイトソースのダブル使いで、トマトとミートの旨味にコクがプラスされたクリーミーな味わいですよ。ぜひお試しください。